はい、皆さんこんにちは。毎日折り紙です。はい、本日も、ティラノサウルスの全身骨格の続きを追っていきたいと思います。本日折るパーツがですね、ティラノサウルスの、ももの部分ですね。両もも、右もも、左ももの部分です。前回折った、パーツにつなげる部分ですね。こちらを折っていきたいと思います。本日もちょっと大きい25センチの折り紙で折ってますけども、実際は15センチの折り紙で折ってください。はい、それでは折っていきます。まずは、前回もそうなんですけども、鶴のベースから折っていきます。ほんと鶴っていうのはね、このティラノだけじゃなくても、ほんといろんな折り紙に、のベースとなる、折り方になるので、こちらはね、鶴が折れれば結構いろんなところで幅が効くんじゃないかなと思います。鶴の折り方で折っていきましょう。はい。はい。ここまで、鶴の折り方で折ってきました。はい。ここからですね、上の一枚を畳みます。この形ですね。はい。そしたら、両端を開いて引っ張ります。これもね、この動画を最初から見ていただいている方なら、同じ折り方を使っていることが結構多いので、わかるのかなと思いますけど、折ります。そしたら、この真ん中で半分に畳みます。
さあ、畳みながら紙を潰して、はい、こちらですね、はい。はい、こんな形になります。裏もこうですね。で、ここからなんですけども、手前の1枚を半分に折ります。はい、ここをね、しっかり折ってください。はい、折ったら、開いて、できれば反対側にも折った方がいいです。そしたら、折ったところで、裏を広げながら、沈め折りです。角を折っていきます。ここが外れちゃうとダメなんで、押さえながらこの角を沈めます。グッと。はい。で、沈めていきます。はい。そしたら、あとはこの角をピンと取って、はい、これで、沈め折りですね。はい。の完成です。はい。そしたら裏を返します。で、今度はこの沈め折りしてない方を広げます。はい。で、この大きい四角になりましたね。そしたら、ここに角があると思うんですけど、このラインに沿って、ここに折り目をつけます。まず。このラインに沿って、ここをこの角に持っていく感じですね。そしたら今度はここのラインで上に折り上げます。はい、こんな感じですね。そしたら今度また上のラインで下に折ります。はい、ここをしっかり折り目をつけたら、元のこの四角に戻します。そうするとこの形になります。次に折り目をつけるのは、この三角の半分で折り目をつけます。こっちも同じ半分で折り目を。はい。ただ今度バッテンで折り目がついてきたと思います。そしたら一番下のラインでこう折ります。そしたら、さっき斜めにつけたラインで折ります。そうすると、折ると、こんな感じで、ここが浮き上がります。で、これをまっすぐに下上げて、この角をね、まっすぐに下上げて、潰すように平らになるようにですね、ここを折ります。はい。で、戻します。そうするとこういう折り目がつきます。今は折り目を折るつけてる状態ですね。
で、反対側も、今度はこっち側のラインで、折り目で上に上げます。上げたら、この角を合わせるようにして、四角に潰します。はい、これで折り目がつきましたら戻します。はい、で、はい、でここまでいったら今折り目ついた状態ですね。一発目で折ったら二発目で折って三発目で折ってこの状態に戻します。この状態に戻したら、真ん中を押さえながら、先ほど折ったここの角、折っていきます。で、折ります。で、潰しながら行くと、こういう形で残ると思います。ちゃんと折り目が折った。そしたら、ここを潰しながら押さえると、はい。こんな感じになります。こっち側も、同じ折り目に沿って、で、折っていくと、こういう三角で角が出るような状態です。ただ、ここを潰しながら折ると。そうすると、この形ですね。こんな感じになります。ここ難しいかな、ここも。ここはね、難しいポイントですけど、この形になれば正解です。はい、そうしたらこの下のラインで一旦折り目をつけます。折るんで折り目をつける感じですね。はい、はい、折り目をつけます。そしたら今度この幅の半分のところでさらに折り目をつけます。まあ、こんな感じで折り目がつきました。OK かな。はい。そしたら今度は、この角を、ここのところに持っていって、一度折り目を真ん中につけます。つけたら、これを裏側に入れます。裏側に入れるとこんな感じですね。そしたらさっきつけた折り目のところを広げて、これを このついてる折り目に沿って真ん中から角に折って平らにします。はい、この角から真ん中に折って潰します。ちょっとね、ここ潰しきれなくても、ぎゅっと手で潰してください。そうすると、この形になります。そしたら、真ん中から半分に折ります。折ると、こんな形になります。なら、今度、この部分を下にしてもらって、ここを、斜めに折って、こっちも斜めに折って、要は被せ折りですね。被せ折りをします。一直線になります。はい。
たらさらに今度この部分をかぶせ折りで戻します。こうですね、はい、かぶせ折りで戻します。で次にまたここがね沈め折りになるんですけど、ここを細くしたいんですよ。なんでここを細くしたいのでここで半分に折ります。で思いっきりグーッと折って、できれば反対側にも折ってください。反対側にグーッと折って、できた折り目を利用してここを開きながら折ります。で開きながら折って潰します。はい、そうするとここが、はい、細くなります。今は中はこんな感じね。はい、はい、こんな感じです。あれかな。そしたら今度はここの足の部分ですね、この星の部分、三角の部分を下に合わせるようにして折ります。で合わせるように、はい、そしたら同じ高さで折ります。はい、そうするとこんな感じになります。若干桃っぽいところが出てきましたね。で次にこの部分を上に上げます。この部分、こっちもこの部分を上に上げます。はい、こんな感じですね。でここが差し込むパーツになるんですけど、ここを半分に折りながら真ん中に入れます。ちょっととんがらす感じ。こっちも半分に、半分までいかないけど3分の1ぐらい折りながら中に入れます。はい、ちょっととんがらす感じですね。はい、こんな感じです。はい、そしたら次に足の部分のまっすぐ角からここまでにこの下のとんがってるところから上に合わせて折ります。そしたらここに折り目ができました。今度はここを合わせて、この尻尾がこれ刺さられるとこなんですけど、ここの重なる部分からここの部分ですね、斜めに中割り折りをします。ね、斜めに中割り折りをします。とこんな感じになります。はい、で裏側も同じですね同じようにここから真ん中に合わせて折ったら、今度ここからの重なるところに ね、はい、このラインで中割り折りをします。
はい、こんな感じになりました。そしたら今ここにも跡がついてるんで、そこの跡に合わせて裏に折り込みます。もうこっちもそうです、裏に折り込みます。で、折り込んだらこれだと足が細いので、この裏の紙ここだけを引っ張り出します。この裏の紙だけを引っ張り出します。こうですね。よし。で、そうすると、はい、こんな感じのももですね。こっちもそうです。同じように裏の紙だけを引っ張り出します。裏の紙だけを引っ張り出します。はい、これでもものパーツの完成なんですけども、まあ、これだと足が垂直に立っちゃうんで、ここをちょっと段折りをつけて、ここの部分で、この部分ですね、利用してちょっと段折りをつけてこんな感じでちょっと斜めにずらしとくといいかもしれません。はい、こうですね。はい、はい、これでもものパーツの完成です。で、ですね、実際に、15センチの折り紙で折るとこのサイズになります。はい、かなりちょっともも25センチで折ると大きいんで、できればこの15センチのこのぐらいの大きさで折ってあげるといいと思います。はい、で、次はここの部分の下の足の方ですね、足の方の続きを追っていきたいと思います。ぜひまた次回もご覧ください。さよなら。